いやー、今日は新しく入った会社の入社歓迎会だぜ。はい、みんな、今日は入社歓迎会です。新入社員のみんな、上司と仲良くやってね、出世のチャンスをつかみよう。乾杯。よっしゃ、俺は東京京都市でも絶対出世しやるぜ。プルー、あいつこれほど緊張するな。ガチガチ。え、京都市やろうか。大丈夫ですか。あ、いや、ちょっと緊張してて。何言ってるんですか、あなたが主役なのに。僕が主役です。主役ってことは新入社員か。よっしゃよいしょ。うわ、入社歓迎会楽しいわ。おお前もっと楽しめよ。俺ら花の新入社員だろ。いや、前声ちっせえな。さっきからちいかわくらい可愛くねえと許されんぞ。態度は可愛く、声は大きく、これが出世するコツだろ。ちょっとトイレ。ええ、でもさ、こう出世するといいな。わわわわ、ありすぎた。あいつ出世する気しかなかった。わわあ、ベクトルが違う。あ、お前本気の出し方間違っとんぞ。新入社員、君すごいな。副社長すごいっすよね。こいつさすがに出世しますよね。ジクジル、ジクジル。怖いから首。あ、どまえ。いや、君に言ってんだ。いや、俺、俺、この方にタメ口とかすごいけど怖いよ君。いや、同じ新入社員として、いや、今年の新入社員は一人だぞ。まさかこんなやつが。そう、この方は、まさか、わ、社長だー。うぜ、おう、さっきからお前歓迎会するサウナチーか。この方社長です。知っとる。じゃ、ちゃんと敬語使えよ。お前、お前ついさっきまで社長にタメ口だったの。うるせえ、死ね死ね、バーカ。小学生か。お前そのジジイみたいな認めで悪口のボキャブラリー小学生だ。いや、この方が俺にタメ口なのは当たり前だ。なんでですか。この方は、わ、わ、社長より偉い、わ、わ、CEO だ。うわー、あ、やば、今 CEO にうるせえって言った。言ってないです。まあ CEO に逆らったらクビだもんね。社長、CEO、 CEO、 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 この権力がいるのもちょろいな。けど CEO、 今年は新入社員一人だけなんですよ。あ、そうだ。何なんですか。まあそりゃあと半年で会社潰れるから雇う必要ないじゃろ。え、じゃああと半年であなたは私の上司じゃなくなるってことですか。まあそういうことじゃ。おい、じゃあもうこいつに媚びる必要はね。よっしゃ、みんな乗るぞ。おい、おい、おい、バーカ、あー、おどじまんげ、ボーゲー、バーセー、言い過ぎろ。俺かて、いや、もうすぐ会社なくなるけんって言い過ぎろ。そんな俺に不満あった。マジかよ。ちいかわさんのこと言わん。バーカ、ゲボ、うんこ、デブ、ボーゲー、バーカ。冗談なんだけど。あ、いや、会社倒産するの冗談なんだけど、普通にこれから俺が上司なんだけど。こっちの冒険ミンニャツだろうが。